日本の通常動力型潜水艦は、世界にも誇れる性能を持っているよね。その静粛性の高さから、海の忍者と評されるほどだからな。ちなみに次期潜水艦は VSL を搭載するって話が出ているな。実際のところどうなんだろう？気になるところだね。そうだね。さて今回は海上自衛隊の次期潜水艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年3月、海自は最新型大鯨型潜水艦1番艦であり、ネームシップの大鯨を収益する予定となっているんだ。建造を担っているのは三菱重工業者だけど、その神戸造船所では準備も最終段階に入って着々と進行しているね。大鯨型潜水艦は先輩にあたる双雄型の正常進化版と見られていて、双雄型の最終モデルである11番艦欧雄、12番艦東雄と同様リチウムイオンバッテリーが搭載されているよ。双雄型欧雄の登場以前は、世界の量産型通常動力型潜水艦のバッテリーは全て鉛製だったな。これが潜水艦が兵器として登場して以来、約1世紀にわたってスタンダードになっていたんだぜ。アメリカ海軍やイギリス海軍は保有する潜水艦全てが原子力推進だから、リチウムイオンバッテリーの実用化は必要ないんだ。しかし、通常動力型に特化している原潜を持てない日本にとっては、かなり大きな影響があると言えるんじゃないかな。というのは、双雄型1番艦双雄から10番艦小雄までの計重積には、ディーゼル機関、鉛製バッテリーと発電機プラススターリング機関まで、搭載していたんだけど、それをガラッと一変させるものだったからだね。スターリング機関はパワーと比較するとサイズが大きくてしかも重いもので。ということは、艦内の空間が限られている潜水艦中に設置するにはベストとは言えないんだ。しかし通常動力型潜水艦が水中で稼働する時間を確保するためには、大切な非待機依存推進方式を実現できることで採用されていたってわけ。前述の小雄まで搭載していたスターリング機関は、スウェーデンのコックムス社が製造したもので川崎重工業者がライセンス生産したものだったんだ。つまりはスウェーデンのゴトランド級潜水艦に採用された機関を改良したものと言えるな。双雄型潜水艦の10番艦小雄までのデータは、水上排水量2900トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、喫水 8.5 メートルと言われ、乗員数は65名、水中最大スピードは20ノットと公表されているみたい。このデータは当時の潜水艦の中でも通常動力型としては世界最大級だったようだな。日本は四方を広い領海と接続水域に囲まれた島国だから、当時の国力で建造できて、保有できる潜水艦の範囲の中ではベストの選択肢として採用されたものと考えられるね。ゴトランド級潜水艦のデータも紹介すると、水上排水量1384トン、水中排水量1494トン、全長 60.6 メートル、全幅 6.06 メートル、喫水 5.6 メートルと言われていて、乗員数23名、水中の最大スピード20ノットというスペックが公表されているよ。こういった数値の比較からもすぐわかるかと思うんだけど、ゴトランド級と双雄型を比較すると、水中排水量については双雄型が約3倍の容量を持っていて、乗員数に差があるとしても、その違いは明白ってわけ。スウェーデンはゴトランド級潜水艦を3隻保有していて、その全艦が1999年平成11年という同時期に収益しているんだけど、もともと計画されていたのは5隻の建造だったんだ。その計画が縮小されて3隻となってから、すでに20年以上経過していて、スウェーデンでは代替艦の計画も検討されているみたい。このスウェーデンの代替潜水艦だけど、A26 型と呼ばれているね。しかしこの潜水艦を保有する最大の理由が消滅したんだ。スウェーデンにとって最大の仮想敵国は旧ソ連で、これは第二次世界大戦時を考えればわかるよね。このソ連は1991年平成3年に崩壊していて、つまり無理して潜水艦を建造する必要がなくなったということ。代替艦計画はそのまま棚上げになり、2000年代中頃まで保有されることになったってわけ。こういった事実に加えて、潜水艦を建造するコックムス社が2014年6月まで、ドイツのキッセンクルップマリンシステムズ社の傘下に入っていたことがあり、このため潜水艦の建造費が高騰する事態になってしまったんだ。この局面を打開せねばということで、スウェーデンのサーブ社がコックムス社を買収したことにより、やっとこういったスウェーデンにとって不本意な状況を脱することができたというわけだな。2022年2月現在、スウェーデンはこの A26 型潜水艦を、2隻購入する計画を進めているらしいんだけど、未だ寄港してはいないね。その代わりにというわけではないのだろうけど、A26 型の排水量を、
4000トンクラスに拡張したタイプがオーストラリア海軍の新型潜水艦計画に提案されたみたい。オーストラリアの潜水艦計画については何回か取り上げてきたよね。2016年平成28年4月、当時のオーストラリア政府がフランスで建造予定だった。シュフラン級原潜を通常動力型へと転換した艦を自国のアタック級潜水艦として、購入する決定をしたんだけど、いろいろなことがあって結局この計画は中止となっているよ。オーストラリアがフランスからの潜水艦調達を白紙撤回したのは、2021年9月のことで、かなり最近と言えるよね。と、同時に今までは日本同様、通常動力型潜水艦にこだわっていたんだけど、原子力潜水艦保有へと方向変換したってわけ。この陰にはオーストラリアがアメリカとイギリスとの間に、新たな安全保障体制の枠組みオーカスを締結したことが関係していると推測されるな。通常型から原子力型への転換は世界各国の軍事装備刷新の中でも、あまり見られない大きな動きと言われているぜ。オーストラリアの方針転換の理由って何だったのかな ?2020 年以降世界的に新型コロナウイルスが蔓延し、収束の気配もなく、これがオーストラリアと中国との対立を明らかにしたという説があり、それが原因とも思われるよ。それにしても、歴代政権が親中路線できたし、オーストラリアの最大の貿易相手国は中国ということで、蜜月状態だったこともあるのに、現在の状態というのは注目せざるを得ないよね。それじゃあ、オーストラリアが購入する可能性がある潜水艦は何になるのかな?推測されているのは、アメリカのバージニア級かイギリスのアスチュート級のどちらかで、いずれにしても攻撃型原子力潜水艦だろうと言われているんだけど、専門家もどちらになるのか見解は真っ二つという感じだね。そもそもオーストラリアが原潜を保有したい最大の理由は、中国だな。南シナ海に原潜を展開させて拡張しつつある中国の軍事拠点への、対地攻撃能力を持つことを目的としていると見られるから、弾道ミサイルを積載する戦略型原子力潜水艦に近い用途で使用したいと考えていると思われるぜ。と言っても、オーストラリアがいつ攻撃型原子力潜水艦を保有できるのか、今の時点では全く未定だね。オーストラリアのダットン国防大臣が2038年令和20年までには、保有すると発言したことについては、本当だろうかと懐疑的な意見の方が多いようだし。オーストラリア国内のマスコミや野党の見方としては、オーストラリアが原子力潜水艦を調達できる時期はいくら早くても、2040年令和22年以降になるだろうという声が多いよな。購入先のアメリカやイギリスが建造できる容量から判断しても、こういった考えが妥当と考えられているようだぜ。こういった事案が今後どんな進展を見せるのかも気になるね。ただし、それがもたらす影響は日本にも確実に及んでいるし、日本も原潜の保有を検討するべきではないかという意見や、海上自衛隊が、潜水艦用の VLS の検討を始めたのもそういった事情が陰にあるからと推測されるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録よろしくね。